世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さん、ショッピングはお好きですか？目的を持っていろんなお店を回るのも楽しいですし、ただブラブラとお店を眺めながら街を歩くだけでも楽しいですよね。今回はある繁華街に影響を与えた大統領の発言に関する話題と、それに対する世界の人たちの反応をご紹介します。韓国ソウルの中心部にあるミョンドンは、外国人観光客が多く集まるソウル最大の繁華街で、メイン通りには韓国料理やコスメ店、アパレルショップなどの露天商が路地裏にまで立ち並ぶにぎわいで、韓流カルチャーの発信地でもあり、韓国の原宿とも呼ばれています。また日本でも修学旅行先としても人気が高く、ご自身やお子さんが訪れたことがあるという視聴者の方もいらっしゃるでしょう。そんな人気繁華街であるミョンドンですが、にぎわいから一転、現在はもう崩壊寸前だと以前海外で話題になっていました。1975年から2012年までの間、韓国の入国者数第1位は日本人でした。最も多かったのは2012年で、約352万人もの日本人が韓国を訪れていて、ミョンドンにも多くの日本人観光客が訪れ、活気にあふれていました。ミョンドンにある店舗も日本人観光客を呼び込もうと、店の入り口に日本語の看板を設置したり、現地の店員も日本語を使って接客するなど、街全体が日本人観光客を歓迎する雰囲気だったそうです。ところが、翌年の2013年から急激に日本人観光客が減り始め、2013年には270万人、2014年は240万人と、たった2年で100万人近くの日本人の足が韓国から遠ざかってしまいました。これには大きな理由が。韓国政府は常々政治への不満をそらすために、国民の反日感情を煽るような行動をとることで有名です。ちょうどこの頃、支持率が危険水域とされる 20% を下回っていた当時のイ・ミョンバク大統領が、韓国領だと主張している島根県竹島に上陸。そして、天皇が訪韓したいならば、ひざまずいて謝罪するべきだと過激な発言をしたのです。大統領のこうした行動は、韓国内のナショナリズムを煽って、少しでも支持率回復につなげる狙いのようですが、当然、日本はこれに大きく反発しました。日本政府は正式に抗議し、当時の野田首相も、理解に苦しむ発言だ、常軌を逸している、一国のリーダーの資格に疑いを持たざるを得ない、と痛烈に批判をしています。さらに、日本国内のネット上でも、韓国への強い反発を表すコメントが多く書き込まれ、Yahoo の時事通信の記事には、いつもなら数百件程度しかつかないコメントが、イ氏の発言を伝える記事には1万件を超えるコメントがついたのだとか。この事態を受けて、当時の藤村官房長官は、緊急時に外貨を融通し合う日韓通貨スワップ協定についても見直す可能性を示唆しました。ところが、国家間の取り決めをせずとも、韓国は停滞経済制裁を受けることになったのです。それは先ほどご紹介した訪韓する日本人観光客が急激に減ったということ。ミョンドンを訪れる日本人観光客は大きく減少し、週末は中国人観光客でにぎわいを保っているものの、平日となると閑散とした状態になってしまったのだとか。日本人が来なくなった後、しばらくは中国人観光客がミョンドンに訪れていたそうですが、当時、中国がしていた韓国への制裁の影響で、中国人観光客も減少。さらにその後に起こった新型コロナウイルスの大流行がとどめを刺し、ソウル最大の繁華街の面影はなくなってしまったそうです。ミョンドンのメインストリートでさえ、休業中の張り紙がされた店舗が多く目立ち、中には5階建てのビルが丸ごと空いているところもあったのだとか。どうして日本人観光客は急に韓国から離れてしまったのでしょうか。その理由は大きく3つ挙げられます。まず第一に、
医師のナショナリズムを刺激した行動により、日本人にとって韓国が危険な国になってしまったことが大きいでしょう。日本人だからという理由で身の危険が増す国にわざわざ行くのはリスクが高すぎますね。第2に、2014年に起こったセウォル号沈没事故で、修学旅行中の韓国人学生が多く犠牲になったことが影響し、日本から韓国へ修学旅行に行く学生が減ったことです。多い時は2万人以上が修学旅行で韓国を訪れていましたが、セウォル号事故の後、3000人程度に減っています。子供を送り出す保護者にとっては、ただでさえ反日感情が高まっている韓国に沈没事故でのひどい対応を見せられては、行き先を変更してほしいと願うのは当然のことでしょう。ちなみに韓国に代わり修学旅行先に選ばれたのは台湾でした。台湾は親日国家としても知られており、それを理由に考えるならば、韓国離れの大きな理由はやはり反日国家だと言えそうです。第3は、韓国にそれほど魅力がなかったことが挙げられます。当時の為替は円安・ウォン高の傾向にあり、日本人観光客からすれば、韓国に行っても安く買い物ができるメリットがない時期とも重なっていました。ショッピングが楽しめないなら他の観光地をと言っても、韓国には名跡があるわけでもなく、観光資源に乏しいのが実情です。韓流ブームも下火になっている現在、日本人には韓国に行く理由がなくなってきているのかもしれません。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。天皇に謝罪を要求したって？そんなバカなことをしたら、そりゃ日本人は怒るだろうさ。韓国はちょっかいを出していい相手と悪い相手の見極めもできないのか。いや、日本人が天皇をそんなに大事にしているようには見えないけどな。俺はイギリス人だけど、普段は別に王室のことはどうとも思わないけど、女王に対して植民地支配を謝れとインド人に言われたら、そりゃ怒ると思う。日本人も同じなんじゃないか。日本にとって韓国が危ない国なのは間違いないだろう。そんな国に旅行に行っていたなんて理解に苦しむ。天皇の謝罪云々がなくても、慰安婦の像を建てまくってるところに気軽に楽しく遊びに行く気にはなれない日本人は至極真っ当だと思う。韓国人は日本人に来てほしいの？来てほしくないの？矛盾してるわね。これって結局、日本政府はスワップ協定を維持したんだろ？でも結果的に民間レベルで強烈に経済制裁しているの、めっちゃウケる。謝罪を要求された昭仁は、戦争してた時、まだ小学生だったんだろ？小学生だった子供に父親の代わりに謝れって？天皇だとか関係なく、そんな要求する方が頭おかしいだろ。頭おかしい国には行かない。これが正解。韓国って本当に見るとこないよね。無理やり遺跡を復元してるみたいだけど、見たいのはそういう嘘くさいのじゃないんだよ。その点、日本には古い時代の建物が多く残っていて、すごく魅力的だよね。日本はどの地方に行っても街が綺麗だし、みんな親切なんだよな。韓国は正直、観光地も汚くて、もう次は来ないなって思う。ぼったくりがひどすぎる。もう本当にうんざり。あれだけ韓国人にあからさまに日本人は嫌いと言われ続けてるのに、どうして日本人は韓国が好きなんだろうって不思議に思っていたけど、買い物目当てだったのか。 K-POP 目当ての旅行でも一度来たらもう見るものないね。買い物だけならネットでも十分だし、わざわざ足を運ぶ理由はないかも。韓国コスメが大好きだから、コロナが落ち着いたらまた行こうと思ってたけど、ネットで買えると言われたら確かになってなっちゃう。ミョンドンってそんなに寂れちゃってるの？10年ぐらい前に行った時には人がたくさんいて賑やかですっごく楽しかったのに。韓国の大統領は大変だね。そんな付け焼き場をしてまで既得権益にしがみつきたいのか。
あと、それにつられて支持率を支えている国民ね。海外旅行に行くとき、やっぱり為替のレートは重要だよね。日本人はずっと少ない元手でもウォンに両替すれば大金を手にすることができて、たくさん買い物することができた。それがぼったくりはあるし、品質だって日本より劣ってるって分かっているものをわざわざ高いお金で買いにはいかないわな。安く買えるから買ってただけで。そういえば私もソウルには何回か行ったことはあるけど、地方には行ったことがないかも。ソウルには古い宮殿も K-POP も揃ってて十分楽しめるんだもん。以上が海外の人々の反応でした。海外の人たちのコメントにも、韓国は魅力のある観光資源がないと言われていましたね。日本にはたくさんの観光地があり、それぞれの特色を生かし魅力のある場所として盛り上げているため、私たちは国内旅行でも様々なコンテンツを楽しむことができます。ただ魅力的な観光資源がないと言われている韓国に住む人たちは、国内での旅行をどう楽しんでいるのでしょうか。韓国メディアの韓国経済が日本観光と韓国観光を比較した記事の中に、韓国人が国内旅行について語っている内容が掲載されていましたので、その一部をご紹介します。韓国はすべてのインフラが首都ソウルに集中しすぎてる。地方にも同じように環境が整えられていれば快適に過ごせるのだろうけど、そうではないのが致命的。話題になっていた地方のお祭りに行ったんだけど、そりゃあもうひどかったよ。お祭りの食べ物がまずいのに高い。しかも別にその土地の特産品ってわけでもなくて、どこに行っても売ってそうなやつ。会場も一周回るのに10分もかからないほど狭くて、わざわざ行ったのに見るものもないし、食べ物も楽しめないし、もう二度と行かないね。観光地だからある程度は仕方がないのかもしれないけど、全て高すぎるし汚い。国内旅行に行くと嫌な思いをするから、もう海外旅行に行くことにしました。日本へ旅行に行った人たちから旅行の愚痴を聞いたことがないけど、国内旅行は愚痴だらけだ。ぼったくりや衛生問題で本当に気分が悪くなるからね。国内旅行はどこに行っても全部同じでつまらない。どこか成功したところがあるとみんなでこぞって真似をするから、全部が同じになってしまうんだ。日本だって似た街並みの観光地はあるけど、食べ物だったり郷土品だったり、何かしらその土地の特徴があって面白いよね。次はあそこに行ってみたいって日本だと思うけど、韓国国内ではそれがないんだよな。どうやら韓国人ですら国内には魅力的な観光地がなく、それどころか気分が悪くなるから行きたくないと思っている様子がうかがえましたね。自国民が行きたいと思わないところへ海外からお客を呼べるとは思えません。記事にも、韓国に訪れる外国人観光客の滞在先の 70% 以上がソウルやプサンなどの大都市に集中しており、交通や宿泊施設の不便さから地方での滞在型観光が難しいことを指摘しています。一方、日本の観光は観光インフラが体系的に整備されており、どの地方に行っても特有の文化が体験できることが強みになっていると記載されていました。これは首相が変わっても観光政策の基調が変わらず、一貫した観光政策が取られているからだとし、大統領が変わると国の仕組みがごっそり変わってしまう韓国との違いを指摘。確かに日本国内ではどこに行っても快適に過ごせますし、インフラ整備がされていないところはあえて不便さを売りにしていたりしますよね。私も韓国に旅行に行ったことがありますが、確かにぼったくりには辟易しました。それだけでもなくなれば、もう少し心象の良い旅行になったのになぁと思います。もし韓国に旅行へ行くとしたら、皆さんはどの場所に訪れますか？動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になりましたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。今回のナレーションは、ミナがお送りいたしました。